ゆっくりと近づいて収まります。スタートしました。ほぼ揃いました。6番のシャーレイポピー、好スタートから出ていきます。7番エイシンチラ、外から、さらに14番ウィンピクシスが大外枠からイサイカバーズ出ていきました。さらには9番クリノプレミアム、早々に4番アートハウスは後位のインコースを確保、1コーナー回っていきます。14番のウィンピクシスが主導権を奪いました。リード1馬身半、6番シャーレイポピー行かせて2番手、1馬身半差の3番手は外に7番のエイシンチラー、インコースに4番のアートハウス、先頭までは2馬身半から3馬身、外に9番クリノプレミアムです。この一角に11番のスライリー、今日は早めの位置、12番ストーリア、中段に5番のサトノセシル、8番スルーセブンシーズ、この間に9番のクリノプレミアムが先頭に並びかけています。中段後ろのグループは10番ラルナブリラーレ、内に3番のリノキアナ、2頭の間に13番のイリマ、あとは3馬身ぐらい開いて2番のクロスマジェスティ、インコースからは1番のコトブキテティスです。3コーナーにかかろうというところ、スタートからの 1000m は60秒1のペース、途中で動いた馬に牽制しながら14番のウィンピクシスがリード1馬身、9番のクリノプレミアムは一旦2番手に引きました。3番手インコース、4番がアートハウス、外からは12番のストーリアです。この一角に6番のシャーレイポピーがいて、外からは7番エイシンチラー、8番スルーセブンシーズが動いていって、中段から後位を伺います。400を切りました。第4コーナーカーブ、直線コースに向かいます。ウィンピクシス、クリノプレミアム、ストーリア、外からは8番のスルーセブンシーズで直線前へ、4頭の動きを見ながら4番がアートハウス、進路を外に選択、前は8番のスルーセブンシーズ先頭、内12番のストーリア、外に進路を選んで4番アートハウスが現在3番手、前を追っている、先頭は抜けた、8番スルーセブンシーズリード1馬身、スルーセブンシーズゴリ、2着は12番のストーリア、最後5番のサトノセシルが詰め寄っていて、4番アートハウスとの3着争い。